Entrando em contato com atendimento ao cliente... Para muitas pessoas é um jeito fácil de arruinar um bom dia. Mas na Zendesk, nós deixamos a experiência do cliente melhor. Melhor para sua avó, melhor para o seu vendedor preferido de flores, melhor para o cara do apartamento 3A, melhor para você, melhor para todos. Porque enquanto alguns dizem que o cliente sempre tem razão, nós dizemos que o cliente é sempre humano. E como seres humanos, queremos fazer algo melhor para todos nós. Zendesk, experiência do cliente com IA desenvolvida para humanos. この時間はズームアップ。毎週火曜日は経済です。明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。さて、今日はですね、実質賃金についてなんですけども、実質賃金低下幅が前年度と比べると 2.2% 減ったっていうことですが、そもそもこの実質賃金とはどういうものなのかっていうところを解説お願いします。はい、我々が普段受け取っている賃金、給与明細に書いてある金額ですね、で、こちらを、全ての労働者で平均したもの、これが名目賃金という、はい、名目は、要は金額そのものなんですね、はい、なんですけれども例えば同じ20万円受け取っても、かつてのようにどんどん物価が下がっている時だと20万円で買えるものはむしろ増えていく。一方で現在だと物価どんどん上がっていますのでこの、同じ20万円で買えるものが減っているわけですね、このような物価の変化というのを、考慮して、物価の変化分をマイナスしたものが実質賃金の変化と呼ばれるんです。ですから例えばですね、賃金の金額が 2% 上がって、同時にインフレ率、つまり物の値段が 3% 上がってたら、2-3 で、実質賃金はマイナス 1% というふうになるんですけれども、一方で、統計等で、ニュースなどで言われる実質賃金の低下というときに、ちょっと気をつけなければならないのは、これ今働いている労働者みんなの平均賃金みたいなものから計算するので、給料でいうと定期昇給分っていうのを含んでないんですね。つまりは、雑に言うと20歳から60歳までの働いている人の給料の平均から計算することになるので、例えば引退がもっと遅い人ももちろんいるんですけれども、毎年新人が入ってきて、毎年定年がで抜けていくので、その全体の平均値で見ると個人にとっては給料上がってるけれども、一方で、高校大学卒業したての子も入っていてその平均を取るので、この統計上の賃金の伸びっていうのは、この定期昇給分、個人の定期昇給分とか全然関係ないんですよ。なるほど。そうで、もう一つがですね、通常、これまでですと、この賃金というのは人手不足になるともっとすぐに伸びたんです、これどういうことかというと、通常人手不足になると残業増えるじゃないですか。そうですね、この残業の増加、所定外労働についても、給料を名目賃金というのに含むんですね。ところがですね、この所定内給与、所定外給与、要は残業がここのところ人手不足になってもあまり増えない傾向があります、これは時短であったり、残業を減少させよう、または残業、むしろ働いてる方の立場が強くなったからこそ残業しないと。そうですね、働き方改革もありますよね。そうなんです。ですから足元ですと、所定の給与、つまり基本給の部分ですと、大体3月時点で前年比で 1.7% 増えてる、で、一方で、残業の方は 1.5% 減ってるんですね。でこれがですね、これまでの人手不足期と大きく違うところで、ある意味で言うとその平均賃金の上昇を頭打ちにしてしまっているところがある。じゃあ今後実質賃金ですから直近で見ると、よくよく考えると自分自身は実質賃金上がってるっていうケースもあると思います。
定期昇給があったり、うんうん、またはあの残業割としていいよっていう、またしていいよっていうのも変ですけれども、はい、残業してくれって言われる、またはするっていう環境にある方ですと実質賃金上がってるケースがある。はここら辺がですね、個人の個人にとっての賃金と平均賃金の違いだったりするんですよね、はい、あそっか、なんか社会全体で見なきゃいけないときと個人個人で見る場合でちょっとズレはありますよね、はい、うん、ただこの、まあ実質賃金なんですけれども、はい、今年前半、まあ、6月ぐらいまで、6、7月までは低下が見込まれています。ほう、はい、これはあの電気料金等への補助が打ち切られるので、あそうですよね、その分物価上がるけれども、ええ、あの電気代上がったから給料上げてくれるって会社あまりないので、そうなんですよね、うん、その分実質賃金低下する、はい、一方で、プラスの面でいうと、はい、今年の春闘ベースアップがかなり大幅になりました、はい、現時点で出てきている数字だとこの春闘の結果が入ってません、ええ、ですのでこれが反映されるようになる。あで、補助金の廃止の影響がなくなり、はい、かつ今年の春闘の結果が反映されるというのが重なるのが大体今年の9月以降ということになるので、はあ、はあ、多くのエコノミストは今年の9月以降実質賃金がプラスに転じるというふうに予想しています。おなるほど。やはりですね、この実質賃金の場合、実際企業の給与の上げ下げと同時にあの企業個々とは個々の企業とは関係ない、要は物価の動向っていうのも影響してしまうので、ちょっと見えづらくなるんですよね、そうですね、うん、ですからこれからの実質賃金動向は一つはエネルギー関連の補助金が外れた影響によって下がる、うん、そして今年の夏の春闘の結果が反映されることで上がる、はい、この2つの要因から考えると まだ7月ぐらいまでは低下が続くのかなと考えられます。プラスに転じるのは、まあ、9月以降じゃないかということですね。定額減税の影響というのはどうなんですか、うん、あれはあまり関係なくないんですか、まあ、この賃金の場合はですね、定額減税はあの給料受け取った後に取られるという立て付けになっているので、所得税は、はい、またあの定額減税だったらその取られる分が減る、はい、ということなので、一応この賃金の統計とは別なんですね。なるほど。あのやはり、ま、これもあの多くの方の実感とずれるところなのかもしれないんですけれども、あの普通働いてる者にとって重要なのって 手取りじゃないですか。そこですよね。なんですけれども企業側としては、その個々の労働者がいくら税金取られるかまでは、関与しませんので、はい、むしろ賃金としては企業側がいくら払ったかっていう方に、まあ、注目して統計を取られています。なるほどですね。ってことでも実質賃金がこうプラスになる頃には我々も実感としてもあちょっと景気上向いてきたかなってやっと感じられるってことなんですかね。まあそうですね。というよりもおそらくは、物価上昇が止まったなと感じるケースが多いと思います。なるほど。まだ実際物価上昇止まってきてるんですけれども、実際のものの値段以上にその補助金が切れることの影響が、まあ、6月は大きいと思いますね。そうですね。わかりました、飯田さんありがとうございました。ありがとうございます。この時間ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんにお話を伺いました。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。